ももくん。おはよう。ナナは朝から元気だね。おはよう、ちひろ、吉祥くん。ああ、特待生さんも一緒だったんだね。それで、みんな揃ってどうしたのかな？なんて、聞くのはわざとらしいね。おめでとう、百瀬。おめでとうございます。ありがとう。今日はみんなでお祝いしてくれるんだよね。で、あれ、そうするとなんか足りなくない？なんか？それじゃあ。来たか。驚いた。ナナがついてこいって言うからもしかしてとは思ってたけど、本当にいた。先月はお前たちだって勝手に俺の誕生日を祝っただろ。じゃあ今日は葵も俺の誕生日を祝ってくれるってことだよね。楽しみだな。それでどんな計画立ててるの？計画などない。絶対に喜んでもらえる計画立てるから予定開けといてくださいってナナ言ってたじゃん。いや、てかみんなとやりたいことか。何でも言ってください。いいの？そんなに安請け合いしちゃって。あ、できる限り叶えさせてもらう。言ったね。それじゃみんなでビリヤードとかどう？ビリヤード？うん、前にみんなで行った時また来ようねって約束したでしょ。結局予定合わなくてあれ以来行けてないし。まずはチーム分けだけど、どうやって決めようか。へえ、準備がいいね。ならくじ引きにしようか。どの組み合わせになっても恨みっこなしだからね。それじゃあ、いや、実力的にはいい感じにばらけたかな。頑張ろうね、特待生ちゃん。これからやるのはナインボールって言って、9番のボールをポケットに落としたら勝ちっていう単純なゲーム。どのボールもポケットに落とすことができなかったら次のプレイヤーに交代ね。ってことは、一つでもボールをポケットに落とせればずっと自分のターンってことか。慈悲強気だね。それじゃブレイクショットは特待生ちゃんからにしよっか。そんなに力まなくて大丈夫。もう少しだけスタンスを広く取ると安定するかも。初めから落とせる人なんていないよ。ちゃんとまっすぐに当てられたんだし、上出来上出来。次は葵とナナだよね。どっちが打つのかな？ニヤニヤした顔でこっちを見るな。おい、ナナ前より上手くなったんじゃない？面白くなってきた。惜しかったね、ちひろ。なかなかまっすぐ進んでくれないんだよな。次は百瀬の番か。任せてっと。さすがですね。それじゃあ
葵先輩。ふん。行くぞ。葵、場外ホームラン。やかましい。今のは手が滑っただけだ。やっぱり一番上手かったのは百瀬だったな。結果的にはそうだけど、チッヒーとホタルだって上手かったよ。本当ですか？うん、コツさえ掴んだらすぐに上達しそう。それに比べて葵は思い出し笑いをするな。てか、自分が勝てる勝負を仕掛けてくるやつのどこが大人なんだ。だいたいあと1週間生まれるのが遅かったら、それこそキサキたちとは同じ学年だろう。学年が上というだけで何かが違うとは思わないな。ご希望なら葵先輩って呼ぶよ。ま、そんなことより葵とナナ、なんか忘れてない？罰ゲーム。負けたチームは飲み物買ってくるって約束でしょ？ああ。おい待て吉祥、そっちに店はないだろう。桜井先輩、すみません。俺たちもここで一度別れてもいいですか？少し買いたいものがあるんだ。百瀬と特待生は先に戻っててくれ。了解。そういうことなら先に帰ろうか。すっごく楽しかった。特待生ちゃんは初めてのビリヤードどうだった？それならよかった。せっかくなら全員で楽しめるものがいいもんね。チッヒーはコツ掴んだらすぐ上達しちゃうし、ホタルも最初はうまくいってなかったけど、やっぱりセンスあるんだなって思ったよ。ナナも前より全然うまくなってるし、葵は相変わらずおもろいしね。それにみんなでまた来ようねって約束果たせてよかった。そんなこともないと思うけどな。さっき葵も言ってたでしょ、生まれるのが1週間遅かったら俺はチッヒーとホタルと同じ学年だったんだし。だいたいあと一週間生まれるのが遅かったら、それこそキサキたちとは同じ学年だろう。学年が上というだけで何かが違うとは思わないな。一週間生まれるのが遅かったらか。ま、もしそうなってたら今こうして同じユニットにいられたかわからないな。俺が先輩じゃなかったとしたら、こんな風にみんなと仲良くなれてなかったかもしれないけどさ、なんてね。え？俺自身のこと。そっか。それなら、これからもプライズの一人として自信を持って立っていられるように頑張らないとね。お！百瀬、誕生日おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。びっくりした。このケーキいつの間に準備したの？桜井先輩と別れた後、千尋と取りに行ってきたんです。取りに行ってきたっていつの間に俺たちのこと追い抜いたのって感じなんだけど。いつも以上にふやけた顔をしているな。仕方ないでしょ、こんな風にお祝いされたら。あ
ありがとう。ももくん、愛してくれる仲間がたくさんいて幸せだなって言ったの。